ジャンマリア・ボロンテはイタリア・ミラノ出身の俳優。イタリアを代表する世界的な名優として知られた。1933年4月9日にイタリアはミラノで生まれた。1957年にローマの俳優養成所を卒業。当初は主に舞台やテレビドラマで活躍した。1960年に映画初出演。1964年に セルジオレオーネ監督のマカロニウエスタン、荒野の用人坊で悪役であるラモン・ロホを演じた。翌1965年の夕日のダンマンでは、麻薬中毒のギャングの頭目エル・インディオを演じ、この2作の成功で、ボロンテは一役、スター俳優にのし上がる。これ以降、国内外の多くの映画に出演、イタリアを代表する俳優として、世界的な知名度を得る。映画で、 しばしば狂気を感じさせる悪役を演じており、殺人捜査で演じた殺人を犯したエリート刑事が、その最もたる例である。彼は、バルトロメオ・バンゼッティや、ラッキー・ルチアーノなど、実在の人物を演じることもあった。ボロンテの演技力は評価から高く評価され、イタリアのアカデミー賞とも呼ばれる、ダビッド・ディ・ドナテロ賞の主演団優賞、カンヌ国際映画祭団優賞、 ベルリン国際映画祭、銀熊賞など多くの映画賞を受賞した。1991年には、その生涯における業績を表彰して、ベネツィア国際映画祭栄養金失賞が贈られた。優れた映画俳優としてのみならず、熱心な政治運動家としても有名であった。彼は、進歩主義的な思想で知られ、イタリア共産党と深い関わりを持った。 1994年12月6日に映画ユリシーズの瞳撮影のため滞在していたギリシアのフロリナで映画の撮影中に心筋梗塞で死亡した。彼の大役はエルランド・ヨセフソンが務めた富岡太子、ドッコ服風視聴者。1978年91から 92p。ありがとうございます。